バンドがやりたいと思った、バンドがやりたいと思った、それってそれが夢なんだと思った。で、一つ、いろんな人の話を聞いてると、お前の夢は何だって言うと、バンドやってお金持ちになりたいとか、バンドやって有名になりたいとか、二つ言う。一個にしとけ。金持ちになりたいんだったら、バンドは捨てろと。金持ちになりたいにしろよ。有名になりたいんだ、有名になりたいって言えよ。そのための手段としてのバンドだったら、何でもいいじゃん。不動産勉強してお金持ちになってもいいし、悪いこと犯罪して新聞のね、有名になる。手段だ。そうだ。夢っていうのは目的なんじゃないかって僕は思うんです。そういうことで考えると、僕は10代の頃バンドを始めた瞬間にも叶ってる。そして今もやってるから、ずっと叶ってる。叶いっぱなしだ。そうなんだ。